こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではスライスの改善をアドバイスさせていただきたいと思います。スライスが出てしまう一つの原因として、スイング軌道がアウトサイドインになってしまう。アウトサイドインというのはターゲットの方向に対してこのように左の方に振ってしまうスイングですね。このようなスイングになってしまいますと、いわゆる振り遅れと言われる状態が起こって、インパクトでクラブフェースが開いた状態で当たってしまいます。そうなるとボールが右に曲がりやすくなるんですが、これを改善するためにはどんなイメージでスイングすればよいかと言いますと、とても簡単です。体の回転を正しく行うということです。ここでいう体の回転というのは回転の量のことです。バックスイングを上げた時、体の回転が不足してしまう、回転不足と言われるスイングになってしまいますと、このようなトップになってしまいます。後方から見るとこのような形ですね。この状態から手が降りてきますとアウトサイドインになります。正面から見るとこうです。そうするとクラブフェースが開いた状態でインパクトされてしまうわけですね。ここでこれを改善するためにはどういうイメージを持つかということなんですが、背中をターゲットに向けるという意識でバックスイングを行ってください。そうするとしっかりと体が回って手元が後方に来ます。このような形です。背中をしっかり回すと手元が回転不足の位置よりも後方に来ます。そうすると正しいヘッド軌道でインパクトをすることができますので、フェイスが開いた状態でのインパクトになりにくくなるということです。この練習を具体的に肩から肩の練習で行います。肩から肩の練習というのはこういう形です。こうですね。もう一回やってみましょう。ベタ足の肩から肩、この練習の中で一球一球バックスイングを上げた時、背中がターゲットに向くということを意識して繰り返し反復練習を行ってください。まず大事なことは、正しくどのように改善していけばよいかということを知ることです。アウトサイドインの改善、スライスの改善には背中を回すということでした。そしてこの練習を反復練習、繰り返し練習することですね。そうしますと必ず体の動きが良くなって、コースに行った時に飛距離をロスしてしまうスライスが改善していきます。ぜひ参考にしていただいて、スライスボール改善していってください。